シュバーベンコ夫一世は、リュードルフィング家出身のシュバーベンコ及びバイエルン公シュバーベンコリュードルフと、妻イラトの愛の子であり、神聖ローマ皇帝夫一世と、その最初の日エドギタの孫にあたる。姉のマティルでは、エッセン女子修道院長となった。957年に父、リュードルフが死去した時には、夫は3歳であり、 祖父である皇帝夫一世の宮廷に引き取られた。皇帝夫一世は、孫、夫を養子としていたと見られ、955年に生まれた、自身の子で、後継者の夫を二世のそばに置いた。夫二世は夫を、老いであり兄と考えていた。シュバーベンコー・ブルヒャルト三世が973年に、後継者なく死去したときに、夫二世は19歳の自身の老い。 夫をシュバー・ベンコーに任命した。夫の父リュドルフはブルヒャルト3世の前にシュバー・ベンコーであった。夫は皇帝夫2世の近しい友人となった。976年、監禁されていたバイエルン公ハインリヒ2世が反乱を起こし追放された。皇帝は夫をバイエルン公に任じたが、これは中世ドイツにおいて2つの行為を保持した最初の例となった。 ケルン天皇及びノルトガウ辺境白衣もハインリヒ2世から剥奪されたが、それらはオットーには与えられず、この時、イコケルン天皇及びノルトガウはバイエルンと切り離された。977年、皇帝の遠征中、オットーはサンハインリヒの反乱の鎮圧に加わり、パッサウにおいて反乱軍を包囲した。この時、皇帝軍に加わる途中で、 プルゼニ近くで、ボヘミア公ボレスラフ一世の奇襲を受けた、バイエルン軍はオットーにより送られたとみられる。980年、オットーは皇帝の南イタリア遠征に従い、東ローマ帝国及びシチリア主長国と戦った。オットーは982年7月13日、14日のスティーロの戦い及びその後のアラブ軍による奇襲から、生還した。 遠征の結果をドイツに報告する役目を任ぜられたが、その途中、戦で受けた傷がもとで10月31日か11月1日に、ルッカで死去した。夫の父、リュドルフもまた、アルプスの南で死去していた。夫の家族は遺体をアシャフフェンブルクの聖ペテル及び、アレクサンダー修道院教会に運び埋葬したが、その教会には夫が多額の寄贈を行っていた。 オットーの死は、アングロサクソン年代記アビングドンボンに、言及されている。そして、それから彼が家に行った時、彼の兄の息子オットーが死去した彼は、リュードルフミコの息子であり、このリュードルフは、オットー大帝とエドワード王の王女との間の、息子である。オットーの姉マティルデは貴重なクラックスジェマタである、オットーとマティルダの十字架を寄贈した。それは現在エッセン大聖堂訪物館に、 保管されている。夫は独身で子供がなく、シュバーベン行為はコンラディン家のコンラート一世に与えられた。また、バイエルン行為はリュードルフィング家以前にバイエルン公であったルイトポルト家出身のハインリヒ三世に与えられた後、ハインリヒ二世に戻された。ありがとうございます。